今回は首を左に曲げづらいという、症状と、あとは左の膝に違和感があるという方を施術していただきます。いかがでしょうか？一般的に多い症状ではあると思うので、まあ、痛みがね、そこまでこう、今は強いわけじゃないので、まあ、動きの制限だったりとか、まあ、動きの中でのこう、仕草っていうところが、まあ、ポイントになってくるかなと思うので、まあ、そこを見ながら関連性、まあ、膝と首と、まあ、足首もちょっとって言われてたので、まあ、その関連性がね、おそらく何かしら1箇所か2箇所あると思うので、そこを見つけ出せるかなっていうところが、まあ、ポイントになるかなと思います。はい、お願いします。はい、じゃあよろしくお願いします。症状もちょっとお聞きしたいんですけども、はい、一番は首のところですかね。首がどういう感じですか？こう曲げるといつも引っかかるというか、引っかかるみたいな。右側にこう、突っかかる感じが。はい、こちらに寄るときはそんなに感じないですが、必ずこっちの方は引っかかるみたいな感じがある。ちょっとそこを、ちょっと深めに座ってみていただいていいですか？はい。と、左で、ここですね。ですか、なるほど。で今、ちょっとここがちょっと怪しいんですよ。ここの部分ですね。はい、で、ちょっとここ僕押さえてるので、はい、この状態で、左に、どうです？ちょっと変わります？変わんないですか？動きだけ見とくと、ちょっと変わってる感じがするんですね。はい、まあ、多分今、触ってない状態だと、ここに引っかかってるんですけど、うん、ちょっと触ってあげると、さらにこうやって行くんですよね。違います。ちょっと違いますね、はい。うん。なので、若干、ここだけじゃないかもしれないんで、はい、感覚的に変わらないかもしれないですけど、はい、動きとしてみたら、まっすぐの状態から、ちょっとここを触らないっていうか、まあ、触ってますけど、こう、押さない状態で、置くと、ここで多分引っかかると思うんですけど、はい、少しこう押してサポートしてあげると、さらにこうやって動くかなと思うんですね。はい、うん。ちょっと違和感変わります？変わります。変わります。うん。ちょっとここが何か、うん、ここが原因っていうわけじゃないんですけど、うん、少しここが影響はありそうですね。うんうん、だから首じゃなくて、首とか肩周りじゃなくて、こっちの背中、うんうん、の方の問題っぽいですね。1、2、3番。肋骨3番の問題ですね。一、はい、つはここが、右の肋骨3番の問題がありますね。まず、そこが問題になってそうなのと、若干全体的に、少しこう丸くなってる感じなんですね。そうですね。うん。これがもっとこう持ち上がってくると、もっとこれも多分反れるんですよね。はい。で、そうなってくると、よりここに負担かかってこなくなってかなと思うので。ああ、そうですね。ちょっとこう、多分ここ支えながら、左の方にこう稼いでもらうと、かなり行くと思うんですよ。行きますよね。はい、うん。だから多分、背中の丸みがあるので、ここに負担かかってきて、硬さがこてちゃうと思うんですね。なるほど。うん。なので、ここがもっとぐっと伸びるような状態を作っていければ、多分これも何かしらの原因で、こう丸くならざるを得ない状態になってますから、そっちを探していった方が良さそうですね。で、膝。確かに。こうやって右はこう伸びますけど、はい、左伸びないですね。伸びないですね。伸びないですね。回転させると、回転は大丈夫そうですね。単純にもう伸びないので、でもこれ、この場合だと膝は特に問題ないんですよね。多分こっちの筋肉の硬さがこう強くて伸びないっていう状態になってますから、膝の中がこう損傷している場合は、回転しないんですよ。はい、これ今回転してますから、中のその軟骨がどうのこうのっていう状態ではなさそうなんですね。これいい情報ですよね。はい、右と比べると若干ありますけど、そんなにこう、うん、損傷してる状態ではなさそう。ただこうやって引っ張れないっていう、はい、ことがありますから。ちょっと左肩触れてると少し伸びやすいんですよね。今これ伸びないんですけど、はい、肩触るとこうやって伸びやすい。伸びますね。離すと伸びない。はい。で、肩、左肩が少し怪しいです。うん。多分こっちの左肩の
問題を、今こう、無理やり伸ばしてる状態ですけど、左肩は少し、サポートするとやっぱりより行きやすくなりますよね。はい、これで今、左側に倒すとどうですか？動きます。ちょっとここが怪しそうですね。うん。ちょっとここを、まあ、今の段階ではここが怪しいので、はい、全体バランス取りながら、もうちょっとこう明確になったら、その辺やっていきたいと思います。はい。OK です。ちなみに、首と膝はそれぞれいつぐらいから気になってた感じですか？1年ぐらい前ですか？ 1 年前。はい、まあ、多分大丈夫そうなんで、ね、やってみましょうか。はい。はい。問診していただきましたが、はい、どういったことを想像されますか？大体まあ、問診というか、軽く検査としても、見ていきましたけど、左肩が一番怪しそうですね。点々とこう、ポイントポイントっていうのはありますけど、左肩直してあげると全体的なそのポイントが消えてくるっていうような感じがするので、まあそうですね。症状を出してるポイントはありますけど、そのポイントじゃなくて、まあ今の段階では左肩が少し怪しそうなので、まあ、全体のバランス取って、なおかつ治っていかないようであれば左肩を調整していこうかなと思います。ちょっと施術していきますね。はい。ちょっと願いだけありますね。ちょっとすいません。で、右足の硬さも、まあ、左と比べるとやっぱりありますね。この硬さ。うん。まあ、硬いっていうと、ここの側根骨がかなり個数があるんで、ここがね、ずれちゃうとかって硬くなりやすいんですよね。で、正常に動いてるとかって、動かした時にもこうやって柔らかくさがあるんですけど、足首が痛いとか、むくみやすいとかっていうと、こうやって硬さがね、出てきてしまうんで、まあ多分こう、今は痛みとしてはそんなにないみたいなので、全体のバランスの中でこう残ってたら、施術していこうかなと思います。寝てると消えますね。手と硬さが消えますから、なんか別な指標ですね。膝自体がやっぱり悪くなってるわけじゃないですから、バランス取っていければ、多分膝は問題なく治っていくかなって感じしますね。寝ててもやっぱありますね、ここは。さっきの硬いところ。うん、そうですね。引っかかりますね。ちょっと引っかかりますね。引っかかります。左はこういう感じですけど。そこだけ何か変わります。硬いですよね。硬いです。うん。で、肩甲骨少し動かしてあげると、消えますから。消えます。うん。ちょっと左の肩甲骨の動きが少し悪そうですね。これも腕もやっぱり、こっち側が動きづらいので、こう首はね、結構柔らかいです。そうですか。そうです。首が、まあ、症状としては首こう、やった時に痛みが出るとかってあるんですけど、うん、首自体は問題ないので、多分病院とかでレントゲン取っても、首はなんともないですって言われる感じだと思うんですね。うん、ただまあ、症状が出るっていうことで、まあ、一番やっぱり、怪しいのは、この1番目、2番目。これ、ここですね。そこですね。ここですね。うん。ここが一番やっぱり、硬いですね。そうですね。3番目。上から3番目の肋骨右側。で、この関連がやっぱり肩甲骨少し正しい位置に戻してあげるように動かしてあげると、もう硬さ消えるんで、消えますよね。もう体感されるくらい変わるので、まあ、左の肩甲骨で間違いないかなって感じですね。うん、まずは全体をちょっと調整してみますね。これで消えてくれば、まあ問題ないんですけど、1番、2番、ありますね。ちょっと個別で、バランスの問題じゃなくて、やっぱり多分ちょっと左の肩は痛んでるかなって感じなんで、ちょっと直していくと。さっきよりは硬さは消えてますけど、やっぱりね、芯が残ってる感じがしますね。うん、
ょっと起き上がってみていただいていいですか。はい。最初よりはね、だいぶ伸びやすいんですけど、うん、ただやっぱ肩甲骨のところが硬さはあるので、もう肩甲骨直しちゃいますね。ここ結構ね、広い、筋肉が、こう、中の方にね、くっついてるんですよね。はい、なので、これが、あ、動きましたね。これが変わると、多分だいぶ、動きますね。一旦ちょっと立っていただいて、はい、それからちょっと座っていただくと結構まっすぐ座れると思うんで、座ってみてください。座った感じどうですか？そうです。だいぶまっすぐ。多分、はい、猫背なりづらいと思うんですよね、今。そうですね。うん。でこれで今、左側に首を倒してみて、どうですか？動きます。動きます。係とか右の方の突っ張りどうですか？今、変わりました。変わりました。若干ね、やっぱりまだ硬さあるんで、おそらくね、右の影響もちょっとあるんですね。右の肩甲骨、左ほどじゃないんですけど、右側の肩甲骨の硬さもあるので、ここですね。じゃあ、こっちはすぐ治りました。これでもう一回左側倒してみていただくと、だいぶ動くと思うんですけど。うんうん、大丈夫そうですか、うんうん、これで、あとは、もうちょっと深めに座ってみてください。はい、伸びますね。伸びます。伸びます、ね、伸びます。一旦ですね、ちょっと足首だけ確認したいので、はい、もう一回仰向けになっていただいていいですか。ああ動いてますね。動きますね。動きますけど、少しやっぱ硬さはあります。ので、こっちと比べるとまだちょっと硬いので、こっちはこっちで少しね、何かしらありそうですね。ちょっと別物。スタートは同じかもしれないですけど、ちょっとこれは、負担かかってきて、少しこう二次的に壊れていく部分もあると思うんで、硬くなっちゃってですね。あ、これで大丈夫そうですね。やらかくなってますから。え、なしたね。うん。ちょっとあるかな。シャッとここだけ。まあ、多分このままでも良くなってきそうですけど、少し欲を言えば、もうちょっとだけ。あ、大丈夫そうです。これで。OK。ちょっと立ってみていただいて、どうですか？立った感じとか、背中の状態とか。まっすぐ。まっすぐなって感じします。ちょっと膝とかもちょっと歩いてみて、はい、感じで掴んでみてください。丸くならない。丸、うん。まだこうだったんですけど、はい。っていうのと、自然に。もうだいぶなんか身長が、あれですよね。かなりグッと伸びた感じしますね。うん。首も、自分、スムーズ。大丈夫そうですかね。多分これで問題なさそうなんで、はい、ちょっと様子見ていただいて。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。今もう首とか膝とか違和感は全然ないですか？そうですね。すごく背中が楽になって、それだったんでしょうか。多分そうでしたね。背中の突っ張り感が消えたっていう感じです。そうですね。ここの背中の丸さがなんか自然と抜けちゃって、で、立ってても楽なんですよね。多分帰りにはもっと感じると思うんで、はい。どんどん多分良くなってきますから、循環してて、はい。良かったです。はい。お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。今回の患者さんのポイントはどういったところだったでしょうか？やっぱり、かなり多いんですけど、首が痛いっていうね、こう動かした時に首が痛いとかって言って、実際は首じゃないっていうケースが多いんですよね。なので、首が痛くてすごく悩まれてる方いらっしゃると思うんですけど、ただやっぱり病院行ってもなんともないとかね、なんかここの間が狭くなってるからこれが原因じゃないかとかっていうような感じで、まあ、言われるケース多いんですけど、実際は肩甲骨とか、
あと肋骨が、動きがね、こう制限されていて、そこがこう動かないからこう筋肉が正しく伸びないで痛みが出てるっていうケースすごく多いんですよね。なので、まあその形っていうか、ね、型がね、まあそっくりそのまんま出てたなって感じだったので、簡単って言えば簡単にこうね、歪みを直せば症状が治るっていうふうなパターンとしては簡単に、症状が改善してよかったなっていう状態ですね。もちろんその歪みだけじゃなくて様々な、ね、病気とかも関連してるケースもありますから、まあ、そこも合わせてちょっとね、僕らは結構慎重にこう読み取っているんですけど、まあ、とりあえず第一段階というか、まあ、歪みとしての問題として、まあ、強くね、症状が出てたっぽかったので、まあ、このまま何もなくね、まあ、良くなってくるんじゃないかなっていう感じでしたね。まあ、右足の方が少しこう何かしらバランスが悪くて一番こう負担がかかったのは右足の方が逆に言うと負担の度合いとしては大きかった、まあ、ただ本人の感じ方としては症状としてはね硬いだけっていう感じでしたけれども、ちょっとね状態的には右足の方がちょっと古かったのか少し痛み具合としては強かったなっていう感じでしたね。今回は左膝は触ってないですけども、うん、左膝の問題は左の肩甲骨だったということですね。そうですね。状態、まあ、上半身の、まあ、バランスが悪いから膝にこう負担かかってた。まあ、膝というか、まあ、大腿部の、筋肉にこう負担かかってたっていう感じですね。筋肉に負担かかったから引っ張られて、膝がこうぶつかったりとか、正しい位置でこう設置しないから膝に痛みが出てたっていうような状態だと思うんで、それがね、長く続くと、膝がこの軟骨すり減ったとかですね、いろんなこう、二次的にこう、悪くなってくるんですけども、今の段階では、そう、膝の痛みというか、傷つき方としては、さほどでもなかったので、まあ今の段階でケアしてれば、こう、軟骨が潰れていくとかっていうことも少ないと思いますし、まあ予防としても良かったかなって感じですね。はい。はい。ありがとうございます。はい。